と手順をちょっと変えて8-5-8-5-3-3 の順番でやります。でこれ非常に難しいです。でまずちょっとやってみます。でですね、これってカウント取らないとできないです。でまず8-5-8-5-3-3をちょっとテロップ出しておくので、手順も一応出しておくのでちょっと見てみてください。でやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これが一つです。一周です。でこれも断周もさせると 基本です。ちょっとステップ使います。することもできます。ゆっくりめにやってみます。簡単でしょう。なわけないんですよね。これすごい難しいです。ちょっとやってみてください。8と3、8と5と最後3入れるのはただ手をこう合わせるだけというか、タイミング合わせるだけのものでしかないですから。これ今2小節でやってますけど、これ何小節やってもいいんです。タムをうまいこと使えば、もっと見にかれた風にはなると思います。ちょっとやってみます。1、2、3。
通常のものと倍のスピードにするものに関しては、16分音符か32分音符。16分音符だと2小節になりますし、32分音符だと1小節で考えた方がいいと思います。で、さらにもっと面白いものをいくらでも作れると思うんで、次回ですね、これの続きちょっとやってみます。